はい、どうも、ムンです。今回買ったゲームソフトは、4本です。ウルティマ恐怖のエクソダス。RPG の父。RPG の父。RPG の父。はい、これね、ドラクエに似てるでしょ。いきなり4人パーティーが始まるけどね。ほんまドラクエに似てるよね。と言ってもね、逆なんですね。ドラクエが、このね、ウルティマを参考にして作られています。これはパソコンでね、大ヒットした RPG なんですけどね、それの移植版です。恐怖のエクソダスはね、次にもう一個ね、茶色いカセットの、聖者の、なんだっけ、聖者の更新になって、ファミコン版で2つ出ています。すごいドラクエに出てるから、ドラクエが後やけど。こうウルティマでいちいちこう、なんつうの、鬱陶しいよね。マップがいちいち動くたびに変わって、見えてくるっていう。まあドラクエとほとんどね、形式が似てるから、操作とか。まあ、ドラクエ好きな人ならね、とっつきやすいんじゃないかな。敵とのね、戦い方はちょっと違います。ちょっと敵出したいんやけど、これ街の中広いな。外出るよ。で、モンスターはね、ドラクエと違って見えてるから。こうやってぶつかると、なんかシミュレーションゲームみたいな感じ。こう歩いてね、ぶつからなきゃなん。まあ、飛び道具だと遠くからでもね、攻撃できるけど、戦う。こう投げた。なんかシミュレーションっぽいね、戦闘のね、画面です。はい、未来なんたらかんたら、ジャーバスか。うん。はい、スタート。これはね、アクション RPG かな ?RPG かな ?JavaS。あんまりつかやったことないんやけど、面白いのかな。噂ではクソゲーらしいけどね。あら。アクションだ。アクション RPG か。いきなり敵のいる場所に放り出されて。これじゃ何を目的にしてるのかわかんないよね。だからドラクエの場合は、ね、目的がわかるようにね、あえて、お城の中の王座の前にね、からスタート。で、王様が、なんか目的とかね、いろいろ教えてくれて、スタートできるって感じですね。いきなりフィールドに放り出されるってあれと一緒やん。スーパーモンキー大冒険と一緒やん。説明書見なきゃもう何のこっちゃわからないって。なんか街とかあるのかな?死んだ。終わった。なるほど。結構のつるげっぽいね。はい、中島悟、F1 ヒーロー。はい、中島さんの F1 ゲーム。レベル1。ヨマシーン。コースでかっ。これマニュアルだな。最初ニュートラルかよ。ニュートラルから始まる。これ何?予選?狭い。難しい。十字キーのゲームでマニュアルは難しいな。おい、コースに戻るのが遅い。うーわ。なんで遅いのに遠心力働くの ?30 キロで遠心力働いて、うちに入れない。くわ。もうコースから外れたらもう最悪や。動けない。難しい。すごい、慣れるまでね、時間がかかりそうなね、レースゲームです。今 F1 流行ったからね。中島さんの頃は。はい、ゴルゴ13、神々の黄昏、第一章。お、来た、ビッグ東海プレゼンツ。お、あ、確かあれだ、ゴルゴ13の映画でね、なんか 3D の、初めて CG 使ったのなかったっけ?ゴルゴ13の映画で初めて CG が使われた、映画がね、ゴルゴ13の映画ですよ。ヘリコプターの CG、CG で撮るんだけどね。すごいなんか、プレイステーションのゲームみたいな CG。80何年で、プレイステレベルのね、CG が使われてましたよ。アマゾンプライムとかで見れます。あ、綺麗!ファミコンやけど結構綺麗やな。第1章、神々の黄昏。これ第2章とか3章とかあったのかな?もう一本あるのは知ってるけどね、ゴルゴ13。
デュークとキックしてる。おいおい、デューク東郷アクション、ああもう攻撃できない、あポツダム駅、おいデューク東郷銃持ってないのかよ、何気をつけな、旦那の動きは KGB に読まれてるぜ、今は何敵なのかよ、死んだんじゃない、ちょっと終わった終わった、次回予告ってご期待ください、なんだよ次回予告って、第2回いきなり始まった、あ撃った、第2回からなんか銃持ってるぞ、敵か味方か分からへんよ、ジャンプめっちゃジャンプする、敵なの、撃って爆発してすごい威力やなこれ、うわうわなんか撃ってきた撃ってきた、撃って撃って撃って撃て撃て、おいいきなり銃撃戦かよ、フリードリヒッチ、あ駅から駅まで歩いたのか、あ弾あるやん弾、バレットは25、弾が増えたいつの間にか、もう敵か味方がわからん、あ敵だ、うわうわこれは敵じゃない、あ敵や、わからん、まあ、すぐ死なないだけ、死なないんだけどありがたい、やろ銃撃戦だ、撃て撃て、あ弾減るのか、なんか上今痛いような気がしたけど、なんか痛いよね、何今のヘリか、ヘリがいる、ヘリがいるよ、ヘリ、あもっと左、ヘリどこ、あいた、倒した、よし、おっとしゃがめしゃがめしゃがめ、しゃがまないの、しゃがむ、しゃがんだら撃てない、やっと会えたわね、私はチェリー・グレイス・フェクサーの仲間よ、敵のスナイパーはテレビ塔からコンドルを狙うつもりらしいわ、この駅の近くにヘリを止めてあるわ、ヘリの中よ、ホテルに誘われた、ヘリに乗り込むのはテレビ塔へ向かうのだった、うわ何これシューティングゲームや、まあうわ想像もしなかった、こんなシューティングゲームついてたんや、おっと結構早いぞ、死んだ、続いた第3回ありがとう、うわ早い敵、おっと変わったぞ、あ弾がなくなった、連射で撃ちすぎたよ、うわやった、うわ何ボス、弾ないんですけど、何あれこんな、うわ何、ちょっと調子乗って弾落ち着いた、第4回結構の弾投げてくるの、やばい死ぬやん、効かない効かない効かない死ぬやん、もうダメだ難しい、これいつまで続けられんの、でも想像してたの全然違う、あんなシューティングゲームついてるからね、はい、今回紹介したゲームソフトでね、思い出とか豆知識とかありましたらね、コメントにね書いて教えてください、それではまた別の動画でお会いしましょう、ほなまた、よかったらチャンネル登録お願いします。